私教会たちを、うん、私たちは、キリスト教について教会について、ものすごく感情的な考えを持っています。教会はね、こういうイメージを持っているね。私たちの中にはあのみんななんか親切、みんななんか仲良くとかね、小学校とかね、幼稚園とかにね、特に小学校のね、いつもスローガンがその門番にねあります。みんなで笑顔、あるいはみんな仲良くとかね、そういうスローガン。みんな協力するためにはみんななんか仲良くになるように、みんなね笑顔で、その笑顔でいろんな問題が解決すると思う。私がね、正直に言えば子供たちがかわいそう。本当にこの考えがあると、この教育がを受け入れるとやっぱりね、かわいそう。どうして笑顔でなんともならない、笑顔で和睦することはできない、笑顔で相手を愛することができない。相手は難しい、それは子供たちさえもわかります。子供の時から私たちがそういう経験があります。今日の福音は素晴らしいです、兄弟たちよ。あの真実、正直にキリストがいつも語ってくださる。イエス・キリストは感情的とか、あの腹で話すのではなく、キリストは真実を持って語る。私たちを照らす方です。私たちは生きているから、私たちを照らす真理の言葉を語る。きつい言葉を私たちに述べ伝えます。あなたは何を持っていますか？キリストがこの世に来られたのは、あなたの家族に来られたのは、人間的な平和をもたらすためですか？漢字としてもね、日本の漢字、あるいは、まあ、中国その漢字としてもね、この平和は、キリストがもたらした平和と全く違う。平らい。その、なんか、生ぬるいの漢字でしょ。もちろん生ぬるいの、意味を表さないけど、その生ぬるいの精神、その不人気をもたらすために、キリストが来られた。問題のない。違います。イエス・キリストが平和をもたらしたのは、復活の夜。死に入って、十字架に貼り付けられ、葬られ、黄泉に下り、復活して平和をもたらす。だからこの過ぎ越し、この苦しみ、非常に大切。平和の価値は、イエス・キリストの死です。イエス・キリストは、あなたと私に本当の平和をもたらして与えるためには、命をかけなければならなかった。命を捨てなければならなかったです。彼が来ると、分裂が現れます。この言葉についてね、このイエス・キリストの言葉について、長い話が必要である。けど、今ここの場でしません。けど、教会の中では、聖霊の賜物、そのカリスマ、例えば、バティカン国会議の後のいろんな運動とか、そして共同体とかが諸教区など教区に現れると、もう爆発するぐらい、爆弾みたいな感じ、当たり前、もう生ぬるい、そのいつもの通り、問題のない、そういう人間的な平和を壊すものです。聖霊がいつも私たちのその、なんか生ぬるいの状態を壊す、使命をもたらす、持っています。聖霊が火です。今日の火、キリストが話している火は、聖霊の火。だから、聖霊によってキリストは、その洗礼を受けなければならない。諸教区、家族、教区、いろんな状態に、彼が洗礼を受けます。沈められます。聖霊に導かれて、この火に、燃えられて入ります。そして全てのところには、この火を閉ずる。あなたと私たちが、この火は嫌いです。私たちが本当に嫌い。でもこの火は必要です。私たちが救われるために、私たちがこの火をね、見ないと。この日は、この聖霊の日、この愛の日が、私とあなた、
その状態に届かない限り、あなたと私が救われない。いつもの通り続けてしまう。あの裁きは、あなたの心の中には、もう根を下ろすため。あなたが、その人を見るだけで、裁く。多分、あなたのすごくそばにいる。ものすごく近くにいる。その兄弟を裁く。自動的に裁く。もうあなたと同じような、なんか、あなたは裁きとなる。わかる？その裁きはあなたのものとなってしまう。それにどれほど縛られているか。その裁きにどれほどあなたが縛られているか。その日、あなたを爆発させる、その爆弾が下らないと、クリストがあなたのところには沈められないと、入らない限り、火通すって。入らない限り、あなたは救われない。まだまだ、主人、奥さんを裁く。まだまだ、子供を責める。などなど、その罪に奴隷される。そのまま続けられます。が、クリストがあなたを愛しているから、イエス、私が来たのは、地上に火を取ろずるため。取ろずる。取ろずる。その火が、すでに、燃えていたらと、どんなに願っていることか。このクリスト。クリストが心の中、そのクリストの魂には、あなたに対して熱水が燃えています。もう、もう高い高い温度の火が燃えています。あなたを、そのまま愛しているから。あなたを救うために、あなたを、解放するために全てをめちゃくちゃにしなければならない。この母は娘と父は息子となど、その主とめは、嫁と嫁は主とめと、その、どういう意味ですか？どうして対立する？その対立はすでにある、兄弟たちよ。しかし、偽善者であるから、私たちが偽善者であるから、それを隠す。ないような感じがする。生ぬるみの状態。クリストは来たのは、この嘘、この偽物の平和を壊すため。火を通して、その愛、本当の愛、真実の愛、光の愛、罪越しの光の愛をもたらすことによって、主とめは嫁を裁いているということをわきまえます。嫁は、主と目を受け入れられないことを分かる。だから対立。その対立は爆発する。けど、その対立は、爆発するのは大切です。光に現れるものは全てが光となる。暗闇の中に残るものは、残る関係は臭くなる。朽ちる。そして、そこを出られない。だから、怖くないで。恐れるな。恐れるな、兄弟たちよ。クリストが愛を持って、あなたの家族にはめちゃくちゃをもたらすために今日も来られます。真理のうちに生きるように、本当の愛があなたの家族、あなたの共同体の中には現れるようにクリストが来られます。クリストによってあなたが真理は光に出ることができます。光までクリストがあなたを導きます。そして、その光の中には、その対立が明らかになると、その裁き、その恨み、その偏見など、すべてが現れると、その分裂、すでにある分裂、すでに心にある、聖霊の賜物であるということを認めない、兄弟が、クリストのもの、クリストの姿をもたらしているものであるということを認めないから、対立する。あの、性格でクリストが関係ないでしょうと思って、相手を軽蔑する、受けられない。すでにある。心にすでにある。だけどクリストが来られると全てが明らかになる。そしてその光のうちにクリストが働く。クリストが癒す。クリストの許しが一人一人に届きます。そしてその許しによって、許されることによって、愛されることによって、慈しまれることによって、新しいものを通して生まれ変わっていることによって、本当の平和を相手にもたらすことができます。和睦することができます。愛する。愛する。これは、教会の中だけで、起こられる奇跡です。社会では、ありえない。クリストが、教会、共同体、
の中に、存在しているから、力を持って復活されたものを通して、処理者通して、いつも来ますから、その私たちの状態まで、その一番深いのところまで、洗礼を受け、沈められるから、そちらに彼の命をもたらして、私たちを復活させるから、秘跡によって、御言葉によって、兄弟によって、私たちが新しいものとして生まれると、その対立から愛まで移されます。次こそ、ことができます。